さあこんにちは、はい、豊さん、また一人、はい、今年ユニフォームを脱ぐ選手が発表されました。本当ね、お疲れ様だよね。はい、内海哲也投手です。引退のスピーチを聞いたけども、はい、すごくなんか心遣いのあるあの引退のセレモニーだったね。はい、で印象的だったのが、まあ、家族に、はい、あの奥さんにね、ものすごく感謝をしていて、うん、まあ、君がいなかったら、ね、ここまで私は絶対来ることはなかったと、はい、いうようなことも言ってあげたりとかしてて、うん、住谷が一人残ってんだよね。あれは感動したな。やっぱりそれはね、その人的ので入れ替わるように言ったし、はい、だからまあその時にやっぱり自分が FA で人が動くっていうのが、うん、やっぱ住谷も辛かったんだと思うよね。そうですね。でやっぱりプロテクトされてないで、多分内海投手はそのまま巨人で終わるのかなって、まあ、そうだな、誰しもが思ってた中でのやっぱり電撃的なあの移動だったので、うん、まあ一時代のエースだからね。いや、左のエースですね。最多勝も2度取ってるし、はいはい、ね、だからそういうピッチャーが、うん、まあ、晩年ね、はい、まあ、そういうふうにプロテクトされなくて、うん、まあ、移動して、まあ、新天地で、はい、まあ、新天地に行ってもやっぱこう何もできなかったというね、うん、まあ、そういう思いがあるかもわからないけども、はい、でも内海が練習する態度だとかさ、はい、まあ、そういうのをこう若手に見せる、うん、それだけで若手が勉強になった可能性もあるしね。そうですよね、うん、だけどね、やっぱコーチの時に、まあ、DeNAに帰ってコーチの時に対戦をしたよね、うん、で対策も練るんだけどもさ、はい、球遅いんだよ、うん、速くないんだよ。で圧倒するような球もないんだよ、はい、なんで打てねえんだって思うんだけどさ、はい、やっぱ球種が多彩だったな。やっぱテクニックがあったというか、うんうん、まあ、例えばその簡単に言えば大きく足を上げて投げる時もあれば、うん、クイックでパッと投げてくる時もある、はい、だからそのタイミングが取れないとかね、うん、まあ、そういうことは選手が言ってたし、でそういうことを見せられることによっていつクイックが来るんじゃないかっていう、それがまた気になったりとかするという、はい、それで俺も経験あるんだけどさ、同じ軌道で、まあ、例えばスライダーとか球速を変えて投げてくるんだよね。ああ、同じ球でもですか。だからこう構えてて速いスライダーと遅いスライダーがあるとさ、はい、投げられた瞬間にスライダーだって分かるんだけど、うん、一瞬では分からないわけよ、はい、だからそこら辺のテクニックっていうのはすごかったな。あ、そうだったんですね。だからあの昔ね、阪神に伊藤さんっていうピッチャーいたんだよ、はい、その上から投げる、うん、その人がやっぱ同じような球種を、その人は右だったんだけど、うん、スライダーと速いスライダーを持ってて、うん、やっぱり厄介だったよ。あ、速いのか遅いのかって、はい、詰まったり先っぽだったりとあのしたんだけど、うん、やっぱそういう左腕だったよね。あ、住谷投手、うん、だから、まあ、自滅するピッチャーでもないしね、はい、淡々と投げるピッチャーだったな。そうですね。でまあ、敦賀気比高校から東京が添えて、はい、巨人に2003年のドラフト自由枠で、ね、まあ、入ってくると、はい、でそこからやっぱり、2004年に入ってきた時は、まあ、もちろん勝利はないんですけれども、うん、2005年に4勝で2006年に12勝してから、はい、もうほぼほぼずっと2桁、まあ、2009年は9勝なんですけれども、うん、あとはもうずっと連続してやっぱり10勝以上、うん、特に2011年かなんかは18勝5敗、18勝5敗、はい、もう圧倒的なエースの数字をずっと、防御率は18勝5敗の時の 1.70 です。本当か、お前嘘じゃないだろうな。 1.70 です。それ見せられても見えない。あ、見えない、小さくて 1.70。 ちなみに翌年2012年 1.98。 すごいな、はい、すごいです。やっぱり1点台を2年連続で出してるので防御率、いやー、これはすごいな。2011年っていうと豊さん DeNA でコーチ、2000なんだよ。2011年です。それはもう手玉に取られてる。あの地方球場行った時、はい、あれ宇都宮の方だったかな、うん、雨が降ってんだよ、はい、相手ピッチャーはもう先発は宇都宮だって分かってんだよ、うん、雨降ってる、やめやめやめって、向こうの主催だけどね、はい、もうやめてくれんかなって、やりたくない、宇都宮打てんぞみたいな。まあそういうことも考えたことあるぐらいのピッチャーだよ、はい、あ、嫌だったんですね、やっぱり。いや、おい、見てる分にはいつでも打てそうな感じがするんだけどなと思うけど、うん、はい、だけどやっぱり低めに制球する力っていうのもあったしね、テクニックそっから曲げてくるとか落とすとか、うん、
まあ、テクニックがあったピッチャーだよね。やっぱりそのぐらいストイックに自分でいろいろオフの時に研究したりとか、あとやっぱりその宇都宮投手を慕う後輩っていうのもやっぱりジャイアンツなんてすごく多かったみたいな。多いみたいな。はい、そうなんですよ。キャンプ、まあ、人の良さそうな顔してるもんね。あ、そうですね。優しそう。優しそうだし、やっぱりなんて言うんでしょう、熱い思いだったり、その後輩に教えるとか。子だくさんだから3人男の4人目は女の子。あ、そうなんですね。子だくさんに悪いやついない。まあそう、いやいや本当に、やっぱ子供を育てるとか、一緒、一緒、子供に愛情を与えるとか、うん、そういう人に、うん、悪い人いない。だからそのうつみチルドレンがいっぱい球界にいるっていうことですよね。まあそうだな。だから、まあ、うつみは打てなかったっていう、うん、ミーティングしても、うん、このボールを狙えって言っても狙えないというかさ、はい、そういうピッチャーの一人だったね。まあ、別にすごい早い、ね、見てても本当に早いってわけではないですけど、うん、ちょっとした工夫で。だからバッターたちもそんなに脅威は持ってないんだよ、うん、どうや今日の宇都宮っていつもと一緒ですって、うん、いつもと一緒じゃダメじゃねえかって言ったらタイミングはとにかく取りにくいのと、うん、やっぱこうなんていうの、いろんな変化球を持ってるから、うん、だからなんか全部追っかけちゃうっていう。だからこれ一本に絞れって言ったら、うん、やっぱさっき言った、うん、その球速の違うスライダーで、うん、来たと思って打ちに行ったらさ、とんでもない先っぽに当たったりとかさ、はい、まあ、どちらかというと剛腕ではなかったけど、うん、テクニックのあるピッチャーだったな。ああ、そうだったんですね、うん、やっぱ頭が良かったんだと思うよ、うん、そう思います、うん、だからこそやっぱり後輩などにも指導することもできたでしょうし、うん、いろんなことを。で引退試合の時にさ、はい、まあ、ほとんどまっすぐで行くんだけどさ、うん、いやいやそんなピッチャーじゃないでしょみたいな、うん、そうです。いや俺は最後変化球を見たかったわけ、はい、あの大きなスライダー、小さなスライダーとか、うん、そういうの見たかったんだけどさ、うん、やっぱピッチャーって面白いよな最後ね。まあ、人生まっすぐばっかり言ってたらこんなに勝ててないし、うん、とんでもないことになってるよって。支えたボールは何なのって言ったらやっぱスライダーであり、はい、こうツーシーム、チェンジアップであったりだとかするボールだったんだけど、それを最後俺は見たかったな。ストレートでしたなあ。やっぱあるんでしょうね、ピッチャーの中やっぱまっすぐなんだろうな、うん、基本がな。同じ左ですけど、あの選手、投手兼コーチだった能見さんももう現役を退くって。能見なぁ、能見もね、うん、いいか、能見が投げてくるときはストライクゾーン上げろと、あのスライダーは絶対振るなよって、うん、絶対ボールになるんだからって、うん、振っちゃうんだよ。なんストライクに見えますって。いや、そのぐらい綺麗だからね、言えば大野さんに似てるんだよ。カープの大野さんもスライダーほとんど 80% ぐらいボールだから、でも振るんだよ、うん、やっぱねキレがいいんだよ。ノーミーのスライダーは全部ボールだから、うん、ストライクゾーンで上げて、うん、絶対振るなって、うん、振っちゃう。パカ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 くる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 回り合ってなんでやねんって、はい、でも分かるんだよ、俺も大野さんから対戦してるから大野さんみたいなタイプかなって、はい、もうスライダーが来た瞬間に俺やめたけどね、打つの大野さんのもうボールだから、はい、だからもうそのぐらい開き直らないと、うん、まあ、対処に困るピッチャーの能見も一人だったな。いやもうあの阪神の大エース、左の大エースでしたし、何考えてるか分かんないんだよ、表情が変わんないから。喜怒哀楽があんまりマウンドでないんですよね、うん、でもね話したらね、うん、すごく受け答えのいい好青年、かっこいいです。大好きなので、そう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 、私やっぱりイケメンだしな。そうなんで、イケメンだし、うん、ポーカーフェイスだしで、いつもやっぱなんかマートンとセットにされるんですよ。なんでだから飲み道場の時マートン結構ポカするんで仲悪いんじゃないかって言われてたんですけど、ヒーローの時に飲みさん大好きですって隣で。それは言うよな、ミスする方がでも飲みにとってみりゃお前たまたまだろみたいなお前これいつもしっかりしろみたいな思ってるんですか。そんな感じだと思う。あの時代の阪神を支えてやっぱマートンいたりとか、まあ、のみとしいたりとか、まあ、その時の福留もいたからね多分。ああ、うん、そうか、阪神、そうそうそう、まあ、一時代を築いたね、はい、まあ、選手たちが、まあ、辞めていくけどもね、はい、まあ、辞めてそうだな、終わって、うん、なんかこう記者会見だとか、うん、まだプレーが残ってたの記者会見っていうのは泣けないんだけどさ、はい、完全に終了してからの記者会見では泣きたいと思います。
泣きたいと思います。私が。あ、豊さん。豊さん。そうそう。今じゃないんだよ。今じゃない。まあでも宇都宮は一区切りをつけたからね、はい、もう皆さんの前でね。はい、だけどいつでも行けるようにスタンバイしておきますっていうね。うん、まあ言葉はやっぱ最後まで勝負師だったなっていうふうに思います。はい、そうですね。はい、お疲れ様でした。